ハインリヒベッド・フォード・ストロームハインリヒベッド・フォード・ストロームは、ドイツのルター派進学者、組織進学者。2011年11月1日に、バイエルン・福音・ルター派協会の監督に就任している。2014年11月11日に、ドイツ福音主義協会、イークド・ツネギ委員会議長に就任し、ドイツの福音主義協会を率いている。 ベッドフォード・ストロームは1960年、バイエルン州メミンゲンに生まれる。幼年時代は、シュバーベン行政管区、メミンゲン市の南西部草地区とオーバーフランケン地方のコーブルクの牧師館で育っている。彼の父、アルベルト・ストロームは、福音主義協会牧師で、バイエルン福音ルター派協会、パッサウ地区長を務めた。彼は、 神学的教養のある家族の下で成長すると、同時に、福音ルター派の教会共同体生活による影響も受けてきた。兄であるクリストフ・ストロームは、ハイデルベルク大学教会史教授である。ハインリヒベッドフォード・ストロームは1981年から1988年まで、エアランゲン、ハイデルベルク大学、カリフォルニア大学バークレー校等で、福音主義神学を学ぶ。 1989年から1992年まで、ハイデルベルク大学、ボルフガング・フーバーの指導の下で、組織進学と社会倫理講座の助手を務める。1992年、ハイデルベルク大学で博士号を授与される。1992年から1994年まで、ヘッデスハイムで、バーデン福音主義宗教会の牧師補の職に就く。 牧師保としての働きを得た後、ニューヨークにあるユニオン神学校からの社会倫理学客員、教授という招聘を受けた。この研究職は、ボンヘッファー研究に関する交流プログラムに基づくものであった。ドイツ研究振興協会による費用援助を受けた上で、1998年、ハイデルベルク大学進学部において、組織進学の教授資格を得た。 1997年から2004年まで、オーバーフランケン地方のコーブルクにある、モーリッツ教会の牧師を務める。とりわけ、聖モーリッツ教会共同体において、牧会経験が、社会倫理研究者になる、動機づけになったと語っている。この時期1999年10月から2001年9月まで、彼は、ギーセン大学の組織神学と倫理学教授代理を、 務めた。この貢献に対して2001年11月、義仙大学での学術教育における優秀な、業績を称えるボルフガンク・ミッターマイヤー賞を受賞した。2004年4月1日、彼は、バンベルク大学からの組織進学、及び現代進学担当教授としての招聘に応じた。2006年4月から2009年9月まで、 バンベルク大学人文関係学部学部長に就いた。2006年2月、ブラジルポルトアレグレで開催された、世界協会協議会第9回総会に、ベッドフォードストロームは、進学顧問として参加した。プレトリア、ステレンボッシュ、ポートエリザベス、ニューヨーク、ヨハネスブルグにある、初大学で講演、客員教授を務める。2008年以降、 バンベルク大学、ディートリヒ・ボンヘーファー研究所、所長、2007年以降、心情学研究所の研究顧問に就いた。2009年1月から2011年12月まで、彼は南アフリカにある、ステレンボッシュ大学で、組織進学と、教会論を担当する職託教授を務めた。2009年1月以来、 新学雑誌、エヴァンジャリッシュテイアライトグレーの編集責任者になっている。2008年2月から、ベッドフォードストロームは、バイエルン福音ルター派協会総会昌兵大議員であった。2011年4月4日、ハインリヒ・ベッドフォードストロームは、ヨハネス・フリードリヒの後任として、バイエルン福音ルター派協会の新監督に選出された。 2011年10月30日に監督職に、就いている。ハインリヒ・ベッドフォード・ストロームは、精神療法医デボラ・ベッドフォードと結婚しており、3人の息子がいる。ありがとうございます。